どうもライです。本日は日本人の僕たちとは馴染みの深い侍についての知識を一緒につけていければなと思います。では早速いきましょう。侍についての驚くべき事実トップ3。丸1、試し切り。日本刀は一本一本が手作りであり、それぞれに品質や性格に違いがあり、実用に耐えるものか見かけ倒しのものかは実際に試してみなければわかりません。昔の侍たちは人を半分に切ることによって刀をテストしました。特に江戸時代以前には人体が試し切りの対象として用いられていました。戦国時代のルイス・フロイスの報告書においても、ヨーロッパにおいては動物を使って試し切りを行うが、日本人はそういうやり方を信用せず、人体を用いて試し切りを行っているという記述があります。特に刀を購入する相手がとても権力を持った人である場合は、刀の良さをアピールするために罪人を目の前で真っ二つに切ってみせました。完全に切断できればその切れ味がセールスポイントになるからです。また今の大阪などには試しの者という試し切りを任される役職があったそうで、その試し切りの技術は末物と呼ばれ、世間には嫌われていましたが、武士として名誉のあることであったそうです。丸2、彼らはスポーツとして矢で犬を射っていた。彼らは犬を追う者と呼ばれる方法で戦のトレーニングをしていました。名前の通り馬に乗って犬を追いかけ、矢で犬を射ることで技術を競っていたんですね。競技場としては40軒四方の、今で言うと70メートルくらいの馬場を作りました。その馬場に36匹の騎手と150匹の犬を投入し、所定の時間内に騎手が何匹犬をいたかで争います。ただ単に犬に矢を当てれば良いというものではなく、相撲の決め手のように打ち方や命中した場所によっていくつもの技が存在したそうです。男同士の主導、主導とは男性同士のの中で武士同士のもの、またその中でも武家社会における上下関係がある場合のものを指します。まあつまり下の者が目上の権力者に逆らえず、割と無理やりさせられるという内容です。平安時代に彼らは女人禁制の場にいることが多かったんですね。なので性欲処理目的で主従関係や売買関係を利用し、戦地寝所での護衛など女性が周囲にいない環境にいた武士の間でこの主導が行われていました。一部には逆に男色を好む上司主君への出世の手段に利用する者もいたそうです。はい、ということでいかがだったでしょうか。侍についての驚くべき事実トップ3。面白いと思ってくれた方はぜひいいねとチャンネル登録してくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。